何読んでた？死に物語の月刊ですね。前から買ってたんですけど、最近時間なくてようやく読み終えました。おー、ええやん。死に物語ってアニメ化するんかな？どうなんでしょう。アニメ化の話は最近全然聞きませんけど、オフシーズン以降はオーディブルでの朗読が来年9月から発売が決まっていますね。マジで？それは全然知らんかったわ。せっかくなら映像付きでも見たいよな。でもオフシーズンのアニメ化って結構難しそうな印象ですけどね。今日はそんな物語シリーズという珍しく俺ら二人ともが好きな作品の回です。確かに先輩と趣味が合うというか、同じものが好きってないですね。というか僕がアニメに疎すぎるんですけど。ではまず嫁にするなら誰という話題から参りましょう。違う話題への変更を希望します。化け物語から始まる物語シリーズはメリットという講談社の小説誌に2005年9月号から掲載されていた小説です。作者の西尾維新さんは顔出ししておらず、謎の天才作家とも呼ばれていますね。西尾維新って今何歳な？1981年生まれということだけが分かっているので39歳か40歳ですね。2002年に首切りサイクルで第23回メディヒト賞を受賞。西尾維新さんが20歳の時に作家デビューを果たしました。ザレ言シリーズ懐かしいな。物語シリーズで西尾維新知ってから読んだわ。有名な作品はいくつもありますが、刀語りも有名ですね。刀語りめっちゃ面白くない？俺アニメ何周したことか。刀語りもめちゃくちゃ面白いですね。サビ白兵の時はびっくりしましたけど。いやあれはすごかったわ。えげつない作画の量やったらしいな。あとは新垣結衣さんが演じた置き手紙京子も西尾維新さんの作品ですね。ラッキーも星野源と結婚したもんな。今となっては遠い昔のような気がするわ。化け物語は単行本が出た3年後の2009年7月よりテレビ放送を開始。アニメ歴代の円盤ランキングで6位に入るほど化け物語のアニメは評価されました。めっちゃ売れたらしいな。第1巻は発売日前日に売り切れて、発売日以降数日は入手困難だったとか。すごいな。円盤で入手困難ってめったに聞かんよ。さらに面白い点としては、活字だけでライトノベルは実現できるのかという実験のもと作成された化け物語。作者の西尾維新さんはアニメ化、実写化、漫画化、ドラマ CD 化といったメディアミックス系は全て不可能な小説として書いたにもかかわらず、アニメが大ヒットしたという点です。ってことは西尾維新自体はアニメであそこまでヒットするとは思ってなかったと。実はこれについては最終巻の死に物語にて、原作で掘り下げられていないからこそアニメで自由に遊べる部分があったという点は大きいのでしょう、という記述があります。映像遊びまくってたもんな。あれも原作で掘り下げられてないからアニメで自由にできたところなんか。そういうことですね。演出する余白が良かったということでしょうか。まだ物語シリーズを見たことがないという方はまず化け物語からご覧ください。そこで世界観が大体つかめますし、文学がお好きな方ならヒットする気がします。俺活字はあんまり読まんけど、普通にアニメとしてめっちゃ面白かったけどな。声優陣もめちゃくちゃ豪華なんで、声優さんが好きな方にもぜひおすすめしたいです。あとは刀語りもぜひ。まあ気持ちはわかりますけど、物語シリーズだけで感想は45時間ですよ。あんまりたくさんおすすめするのは僕としてはどうかと思いますが。たった2日間アニメに全ベッドするだけやん。通話生活に支障をきたします。はい、ここからお待ちかね、俺と後輩の推しキャラトップ3、推し曲のお時間です。僕はいいので先輩だけどうぞ。ノリ悪っ。もう物語の回ないかもしれんねんで。せっかくやからこの回を楽しめよ。苦手なんですよねこういうの。まあせっかくなのでやらせていただきますけど。それでは後輩くんの第3位からどうぞ。僕の第3位はエピソードくんです。なんで？エピソード好きなやつとか聞いたことないぞ。傷物語の戦闘シーンとか結構かっこよくなかったですか？まあ確かに。それよりも俺は羽川のおっぱいの形が明らかにおかしい方が気になりすぎたけど。2位は？2位はそうですね、手織りタバスルですね。いやお前小安好きやな。イニシャル D でも小安好き言うてたやん。小安さんだからという理由じゃないですが、普通にかっこいい人物だと思いましたね。ネタバレになるのであまり言いませんが。まあ確かにそれはそうやな。1位はベタですけど怪奇さんですね。いやマジっすか。まあ確かに怪奇がかっこいいのはわかるよ。でもトップ3全部男とかありえる？女の子は？僕は女性キャラはあんまりですね、萌えとか感じたことないんで。何を考えていらっしゃるんですか？すまんすまん、お前の人生が今後どうなるのか考えてた。それは僕が考えることですから。じゃあ先輩の第3位お願いします。はい、僕の第3位はこの子、おいくら育ちです。逆にマジですか？先輩なかなかのチャレンジャーですね。俺マリーナ結構好きなんすよ。これがおいくらの声優さんですか？結構綺麗な方なんですね。せやろ。第2位は月日ちゃんです。先輩の推しってヤバい女多くないですか？何がヤバいねん。逆にキッケの物語シリーズでヤバくない女とか存在するか？
あ、確かに。せやろ。一瞬まともそうだなと思ったのは荒々木くんのお母さんぐらいですかね。うん、まあ出番も少ないしな。掘り下げたらどんな人かわからんぞ。それでは先輩の第1位をお願いします。はい、僕の中での第1位は八九条姉さんです。大人バージョンですか？子供の時はダメなんですか？いや、そんなことないよ。八九条姉さん1位、八九島より 1.1 位みたいな。 1.1 位って何なんですか？僕らも性癖披露だけで終わるのはさすがにどうかと思いますので、オフィシャルなキャラクター人気も視聴者さんにお伝えしたいと思います。え、お前の性癖が怪奇ってこと？言葉を誤りました。ネトラオ調査隊さんによると、1位が星野忍、2位が戦場が原下り、3位が羽川翼ですね。忍は相変わらずパないの。俺はカンバルとかも好きやけどな。星野の意味とかもっと人気かと思いましたけど、結構女性キャラが上位占めてる感じですよね。そりゃもう、嫁にするならっていう視点よ。そうなんですね。最後にお互いに一押しと思う曲をさらっとご紹介して終わりましょう。もう終わりか。あっという間やったな。そういえばお前が好きな曲ってあまり聞いたことないな。ちょっと迷いましたけど、ウィケットプリンスをおすすめします。おー、なかなか豪勢なの選んできたな。そうですね。アプリはやってなかったんですけど、歌物語2に収録されててよく聞いてますね。ヒロイン10人の心情も踏まえつつ、うまく歌になっているなと思いました。なるほどな。てか、お前の推しキャラ誰も入ってないやん。小柄しセンティメントもいいんですけどね。あえて視聴者さんにおすすめするならという意味でウィケットプリンスを選びました。先輩はどの曲なんですか？俺も悩みに悩むな。正直神曲が多すぎるというのもあんねんけど、あえて一押すならクラリスのブレイブかな。あー、パチンコ物語シリーズに搭載された曲ですね。いや、マジでクラリス最高っすわ。なんなんやろな、あの素晴らしい歌声は。パチンコの方はあまりおすすめしませんけどね。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。いや、初めてですね。こうして先輩と同じ作品について語る機会っていうのも。いや、ほんまにそれよ。っていうか、本来物語シリーズってこんな10分程度で語れるもんじゃないからな。それは確かに。視聴者さんの皆さんも良ければコメント欄で好きなキャラや好きな曲を教えてください。いや、マジでめっちゃ知りたいわ。ぜひ教えてください。怪奇好きは多そうやけど、エピソード好きはほぼおらんやろ。まあでも、イリのミユファンとかおるか。タコ好きの人とかいるんですかね。なんでお前はそんな極物いくん。もっと王道系のキャラヨウさんおるやん。いや、純粋にいらっしゃるのかなって気になっただけなんですけどね。てか、クラリスのプレシャスっていう曲知ってる？知らないです。物語シリーズの曲じゃないですよね。ちゃうねんけど、マジで最高やね。ぜひお前におすすめしたいわ。今度 YouTube ミュージックで聴いてみますね。ただ不満があってさ。どうしたんですか？カラオケに入ってないんよ。そうなんですか。あー、確かにジョイサウンドないですね。ライブダムには入ってるみたいですけど。明日からライブダム信者になります。どんだけ歌いたいんですか？